ウタントは、ビルマの外交官、教育者である、第三代国際連合事務総長を務めた。初のスカンディナビア人以外の国連事務総長である。在任期間は1961年11月30日から1971年末までで、歴代事務総長の中では、最長の10年1ヶ月である。大学在学中のウタントイギリス領インド帝国、 ビルマのパンタナウで生まれた。四人兄弟の長男だった。一家は、地主と、米商人をしており、比較的裕福な家庭だった。一家は、ビルマ族で経験な仏教徒だったが、タントの孫のタントミンイコールルによれば、遠い祖先には、中国系、インド系、イスラム教徒もいるという。父のポーフニットは、カルカッタで教育を受け、この町で唯一英語が話せる人物だった。 ビルマ研究協会の創設メンバーであり、ラングーンの新聞、ザ・サンの総監にも協力していた。ポーフ・ニットは、4人の息子たちが、いずれも大学を出ることを望んでいた。他の息子たち、カント、タウン、ティン・マウンも、また、政治家や学者として活躍した。ポーフ・ニットは、アメリカやイギリスの様々な本を収集し、子供たちに読書の習慣を身につけさせていた。 その結果、タントは熱心な読書家となり、学校の友人からは、哲学者というあだ名で呼ばれていた。読書以外にも、ハイキング、水泳、沈論など様々なスポーツしていた。タントは、パンタナウの国立高校に通っていた。11歳の時、タントは1920年代学法に反対するストライキに参加した。子供の頃のタントはジャーナリストになることを夢見ており、 ビルマスカート協会の雑誌に記事を書いて家族を驚かせた。14歳の時に父が亡くなり相続争いに巻き込まれて母のナンタウンと4人の子供たちは経済的に苦境に立たされた。父の死後、タントは4年生大学には通えないと考え、1926年にランブーン大学の2年間の教員家庭に入学した。タントは長男であるため、 一家を支える必要があった。大学では、後に、同国首相となるウーヌーと親友になり、ヌーと共に、D.G. ホールに支持して、歴史学を学んだ。担当は、大学哲学協会の共同書記に選ばれ、文芸討論会の書記にも選ばれた。また、ワールド・オブ・ブック氏に、たびたび寄稿し、同志の発行者で、ビルマブッククラブの創始者のジョン・シデナム・ファーニバルと、知り合った。 ファーニバルは自分のコネで良いポストを約束するとして4年生課程を卒業して公務員になることを勧めたが、タントはそれを断った。1928年2年生課程を終了してパンタナウに戻り上級教師として国民高校で教鞭を取った。タントは定期的にファーニバルやヌーと連絡を取り、記事を書いたり、ワールドオブブックスの 翻訳コンテストに参加したりしていた。1931年、タントはビルマ教員試験に最優秀の成績で合格し、25歳の若さで校長に就任した。タントはティラワというペンネームで新聞や雑誌に定期的に寄稿し、国際連盟に関する本などの多くの本を翻訳した。タントが主に影響を受けたのは、スタッフォード・クリップス、村文、 マハトマガンジーである。ビルマの政治情勢が緊迫していた時代において、タントは熱烈な民族主義者とイギリスへの中世主義者の間で恩恵な立場を取った。第二次世界大戦中の1942年から1945年にかけて日本軍がビルマを占領した。日本軍は教育再編委員会を指導させるためにタントをラン軍に赴任させたが、 実質的な権限を持っていなかったため、タントはパンタナウに戻った。日本軍がパンタナウの航行に対して日本語を必修化するように命令したとき、タントはこれに反抗し、反日抵抗の高まりに協力した。朝の散歩中のタントとヌー1948年、ビルマがイギリスから独立した。初代ビルマ首相に就任したヌーは、タントを放送大臣に任命した。 当時、国内では内戦が勃発していた。カレン族の反乱が始まると、タントは命がけでカレン族の兵へ行き、和平交渉を行った。交渉は決裂し、1949年、進撃してきた反乱軍はタントの故郷を焼き払った。反乱軍はシュトラン軍から4マイル以内にまで戦線を進めたが、政府軍に撃退された。 翌1949年、タントは政府の情報大臣秘書官に任命された。1951年から1957年までは首相であるヌーの秘書を務め、演説原稿の執筆、外遊の手配、外国から訪問した要人との面会などを行った。タントはヌーの最も親しい側近であり、助言者であった。また、多くの国際会議に参加した。 1955年にインドネシアで開催されたバンドン会議の幹事を務め、非同盟運動を成立させた。1957年から1961年までビルマの国連常駐代表を務め、アルジェリア独立交渉に積極的に関与した。1961年、タントは国連ンゴ委員会の委員長に任命された。国連事務総長に任命され、 宣誓を行う担当1961年9月、国連事務総長、ダグハマー・ショルドが今後に向かう、途中の飛行機事故で死亡した。それから2週間で、アメリカとソ連は、ハマー・ショルドの残忍期間について、担当事務総長代行に任命することで合意していた。しかし、担当の任命の詳細についての議論は、それからさらに4週間を要した。 1961年11月3日、安全保障理事会は、決議168で担当を推薦し、総会は、全会一致で、1963年4月10日までの、任期で、担当を事務総長代行に任命した。任期の第一期において、担当は、キューバ危機を沈静化し、今後動乱を終結させたことで広く評価された。担当は、国連での職についている間に、 米ソ間の緊張を緩和させたいと考えていたと述べている。核保有国が衝突の危機に瀕していると思われた決定的瞬間において事務総長の介入によりキューバに向かったソ連戦を回避させ我が国の海軍に迎撃させることにつながったのである。これがキューバ危機の平和的解決に欠かせない第一歩となった。アドレースティー・ブンソン 1963年3月13日、第88回議会上院外交委員会において、国連本部を訪問中のジョン・カイ・ケネディと握手を交わした、タントジム総長就任から1年もしないうちに、世界が核戦争に最も近づいた瞬間である、キューバ危機を打開するという重大な課題に直面した。公表2日前の1962年10月20日、 アメリカ大統領ジョン・カイ・ケネディは U-2 偵察機から撮影したキューバに設置されたソ連製ミサイルの写真をタントに見せた。大統領はその後キューバに向かうすべてのソ連艦船を検査して攻撃用兵器を撤去させるよう命じた。その間にもソ連の艦船が設定された検査海域に接近していた。タントは衝突を避けるため ソ連にミサイルを撤退させることと引き換えに、アメリカが非進行保障を行うことを提案した。ソ連首相のニキータ・フルシチョフは、この提案を歓迎し、これが、以降の交渉の基礎となった。フルシチョフはさらに、交渉中は、ミサイルの輸送を停止することで合意した。しかし、1962年10月27日に、キューバ上空で U-2 偵察機が撃墜され、 危機が進行したケネディは、統合参謀本部と国家安全保障会議執行委員会から進行に、対する激しい圧力を受けていた。ケネディはタントが、調停者の役割を果たしてくれることを期待し、統合参謀本部とエクスコムに対して、一方、我々にはタントがいる。我々は、船を沈めたくはない。 その最中にロシアが出てこないようにタントが手配しているはずだと答えた。交渉は続いた。アメリカはトルコに配備したミサイルの撤去に合意し、キューバからのソ連製ミサイルの撤去と引き換えに、キューバへの侵攻は絶対にしないことを保証した。タントはキューバに飛び、国連のミサイル査察を許可することと、墜落した U-2 のパイロットの遺体の返還について、 フィデル・カストロと話し合った。カストロは自分の知らないところでソ連がミサイル撤去に合意したことに激怒し国連の査察を断固拒否したがパイロットの遺体の返還は認めた。検査はアメリカの偵察機と軍艦によって海上で行われた。危機は解決され超大国同士の戦争は回避された。フルシチョフがケネリに当てた書簡の中で担当について 好意的な言及を何度かしていたことで、担当の事務総長再任は確実なものとなった。1962年11月、国連総会は満場一致で、1966年11月3日までの任期で、担当事務総長代理から事務総長に昇格させることを決議した。個人的な理由から、担当は最初の就任から5年で任期を終えることを望んでおり、 就任から最初の5年間を一気とみなすことになった。担当は明白な平和主義者で経験な仏教徒であったが、必要な時には武力行使を躊躇しなかった。1962年の今後動乱において、モイーズ・チョンベ率いるカタンガ分離派は国連今後活動を繰り返し攻撃した。1962年12月、 オニックがカタンガで4日間にわたる持続的な攻撃を受けた後、タントはカタンガゼニーキでのオニックの完全な移動の自由を得るためのグランドスラム作戦を命じた。この作戦により分離派の反乱は完全に収束した。1963年1月までには分離派の首都エリザベートビルは完全に国連の管理下に置かれていた。タントは コロンビア大学での演説で、1964年半ばに国連今後活動が完了するとの期待を表明した。キューバ危機の沈静化など平和維持活動に対する貢献により、ノルウェーの国連大使は1965年のノーベル平和賞受賞を担当に伝えた。担当は、事務総長が平和のために活動しているときは、ただ自分の仕事をしているだけではないですかと謙虚に答えた。 しかし、ノルウェーノーベル委員会のグンナージャーン委員長が、タントへの授与に強く反対し、ドタンバでユニセフに授与することが決定された。他の委員は皆、タントに賞を授与することを望んでいた。翌年、翌々年もジャーンの反対により、タントへの平和賞授与が見送られた。1950年に、ノーベル平和賞を受賞した、タントの部下にあたる事務次官のラルフ・バンチは、 ジャーンの決定を、タントに対する重大な不公平と呼び、憤慨した。1963年12月24日、キプロスで共同体間の衝突が勃発した。トルコ系キプロス人は飛び地に撤退し、中央政府を完全にギリシャ系キプロス人の支配下に置いた。イギリスの指揮の下に設立された平和維持軍は、戦闘に終止符を打つことができず。 1964年1月に、ロンドンで開催されたキプロスに関する会議も、不一致に終わった。1964年3月4日、敵対行為が拡大する恐れがある中、安全保障理事会は、全会一致で、戦闘の再発防止と秩序の回復を目的とした、3ヶ月の次元的な国際連合キプロス、平和維持軍の設立を承認した。アンポリはさらに、 キプロス問題の平和的解決を求める、調停人を任命する、よう事務総長に要請した。タントは、ガロプラザを調停人に任命したが、1965年3月に、トルコにより却下されたため、プラザは辞任し、調停人の機能は失効した。1964年4月、タントは自らを常設オブザーバーに指定した星座の、指名を受け入れた。この決定には、 総会やアンポリは関与していない。6日戦争の後、自分が国際的な不作為のための都合の良いスケープゴートになることを許容し、できる限りの仏教徒的な無心の境地で、この受け入れがたい役割を受け入れた。ウォルター・ドーン、2007年1966年、担当は二期目に立候補しないことを表明したが、アンポリが担当を神聖な役職にしないと約束したため、 任命を受け入れた。1966年12月2日、アンポリの全会一致の勧告に基づき、総会は1971年12月31日までの任期でタントを再任した。2期目の任期中、タントはアジアアフリカの数十カ国の国連加盟を監督し、南アフリカのアパルトヘイトに断固として反対した。また、国連開発計画、 国連大学、国連貿易開発会議、国連訓練調査研究所、国連環境計画など、開発、環境に関する国連の機関、基金、プログラムの多くを設立した。二期目の在任中には、アラブ諸国とイスラエルとの間の、第三次中東戦争、プラハの春とそれに続くチェコスロバキアへのソ連の侵攻、バングラデシュ誕生のきっかけとなった1971年の、 バングラデシュ独立戦争などが発生した。ホワイトハウスの核技術でリンドン B ・ジョンソン米大統領と会談するタントタントは1967年にエジプト大統領が回るアブデルナーセルの要請を受けてシナイ半島からの国連緊急軍の撤退に同意した。これはアメリカやイスラエルからの批判を受けた。エジプト政府が 市内半島とガザ地区でのユネフの駐留を打ち切ることを決定し、一刻も早く撤収するように要請したことを、エジプトの国連大使はタントに伝え、タントはこれに応じる義務があった。国連は、その後、イスラエルが自国の領土内でのユネフの受け入れを拒否したため、部隊は国境のエジプト側にのみ展開されなければならず、その機能はホスト国であるエジプトの同意に完全に、 依存していた。同意が取り消されてしまえば、その活動を維持することはできなかったと述べた。タントは、最後の和平努力として、カイロに飛んでなあせるにイスラエルと戦争をしないように、説得しようとした。イスラエルでは、タントが、外交手続きや広範な協議を経ずにユネフを突然、一方的に撤退させたことは、1957年に、 イスラエルが当時しないとガザから撤退したことを根拠にしてイスラエルに与えられた国連の保障と約束に反しているとみなされその後イスラエルの重要な国益を国連の手に委ねることを拒否するようになった1967年11月にキプロス危機が再燃したがトルコの軍事介入は主にアメリカの反対を受けて回避されたアメリカを代表してサイラス・バンスが 事務総長を代表して、ホセロルツ・ベネットが交渉を行い、和解に至った。和解の一環として、1968年6月、事務総長の仲介により共同体幹協議が開始された。会談は泥沼化したが、タントは特別代表を美に会、オソリオタファルの支援のもと、再開のための方式を提案し、タントが退任した後の1972年に、 再開された。かつて、タントとアメリカ政府の関係は良好だったが、ルンビニシャクソン性探知生域計画を進めるなど、敬験な仏教徒で知られたタントが、仏教徒危機の原因となったベトナム戦争でのアメリカの行為を公然と批判したことで急速に悪化した。タントは長年にわたり、 中華人民共和国の国連加盟を支持してきたが、1971年10月に中国代表権問題がアルバニア決議によって解決された。担当は中国政府に代表団の速やかな派遣を求めるメッセージを送った。1971年1月23日、担当はいかなる状況になっても3期目の事務総長職を務めることができないと明言した。 1971年の国連事務総長選出は中華人民共和国の到着が予想されたために遅れ、アンポリが投票を開始したのは、タントの任期終了の2週間前になってからだった。第2ラウンドで全ての候補者に対して拒否権が行使されたが、第3ラウンドではアメリカ、イギリス、中国が拒否権の調整に失敗して投票を棄権したため、 クルトバルトハイムが偶然にも当選した。二人の前任者とは異なり、タントは10年の任期中に全ての大国の首脳との会談を行った。タントが初任された1961年には、ソ連は超大国間の国連の平等を維持するため、冷戦時代の核ブロックを代表する三人の事務総長によるトロイカ方式を主張しようとした。それに対し、 1966年の担当の再任時には、すべての大国が担当を支持し、アンポリでの全会一致の投票で、事務総長職の重要性と担当の優れた仕事ぶりを肯定し、担当の仕事への明確な賛辞を述べた。担当は、国連総会での理任時の演説で、職責の重荷を手放したことについて、解放に近い大きな安堵感を感じたと述べた。 ニューヨークタイムズ紙は1971年12月27日に掲載した写説でタントを称賛し平和のために尽力したこの人の懸命な助言は退任後も必要とされるだろうと述べた。その写説の見出しはウタントの解放だった。事務総長を務めていた間タントはブロンクスクリバーデールの約2ヘクタールの敷地に住んでいた。退任後、 タントはアドライ、スティーブンソン国際問題研究所の上級研究員に任命された。晩年は事務総長時代に推進しようとしていた真の国際社会の発展などのテーマで執筆活動を行った。1974年11月25日、タントはニューヨークで肺がんにより死去した。当時ビルマを支配していた軍事政権は タントに対しいかなる名誉も与えなかった。ネウィン大統領はタントの国際的な知名度とビルマ国民からの尊敬をねたんでいた。1962年3月2日のクーデターでネウィンが転覆させたのがウヌーの民主化政府でありタントと密接な関係を持っていることにも憤りを感じていた。しかしタントの孫のタントミンイコールウは著書ザ・リバー・オブ・ロスト・フット・ステップス。 ヒストリーズ・オブ・ビルマの中で、タントとネウィンの間の確執は1969年以降のものであると書いている。タントが国連本部での会見でネウィンを休断したことで、ネウィンはタントとヌーが共謀していると思い込むようになった。タントはヌーの行動も不適切だと非難していたのだが、ネウィンは部下たちにタントを国家の敵とみなすように言っていた理由はともかくネウィンは、 政府による正式な関与や儀式を行わずに、タントを埋葬することを命じた。ヤンゴンの感動民庭園霊廟にあるタントの霊廟ニューヨークの国連本部に安置されていたタントの遺体はランブーンへ特輸されたが、筆議が空港に到着した時、その後解任されたウウントゥン教育副大臣を除いて衛兵や高官の姿は見られなかった。 1974年12月5日のタントの葬儀の日、ラングーンの通りには何万人もの人々が弔問に並んだ。タントの棺は埋葬の予定時刻の数時間前からラングーンのチャイカ山競馬場に展示されていた。そのまま一般墓地に葬られることになっていたが、葬列が出発する直前に棺は学生組織により奪われた。学生組織は 1962年7月の学生デモの後にネウィンがダイナマイトで爆破したラングン大学学生組合の跡地にタントを埋葬した。12月5日から11日までの間、学生デモ隊は留守の敷地内にタントの仮の霊病を建て、反政府的な演説を行った。1974年12月12日早朝、政府軍は 大学のキャンパスを襲撃し、仮霊病を守っていた学生たちを殺害して、タントの棺を奪還した。そして、シュエダゴンパゴダの近くの感動民庭園霊廟内に埋葬した。ラングーン大学のキャンパスが政府軍に襲撃され、タントの棺が奪還されたことが伝わると、多くの人々がラングーンの通りで暴動を起こした。ラングーンとその周辺の都市圏で、 戒厳令が発令された。ネオイン政権によるタントの遺体への礼を変えた扱いに、対する学生主導の抗議行動が政府によって粉砕された。この一連の出来事は、う、タント埋葬危機と呼ばれている。タントとその家族。後列左からティンマウン、ティンミントウ、アイアイ、タウン。前列左からタント、ナンタウン。カントタントには、カント、タウン。 ティン・マウンの三人の弟がいた。タントはテイン・ティンと結婚した。二人の息子を設けたが、どちらも亡くなった。マウンボーは入児期に死亡し、ティン・マウン・タントはヤンゴン訪問中にバスから転落して死亡した。ティン・マウン・タントの葬儀には交換が三列し、タンペの国葬よりも規模が大きかった。タントには他に娘と養子の息子がおり、孫が五人。 早尊が後に見た。事務総長在任中、タントは UFO の報告に興味を持っていた。1967年にはアメリカの大気物理学者ジェームズ・ E ・マクドナルドに国連の宇宙問題グループでの UFO に関する講演を依頼した。タントはその謙虚さから賞や栄誉を受けることを好まなかった。1961年、 ヌー政権はビルまで2番目の栄誉である賞をタントに送ろうとしたが、タントは辞退した。前日の通り、1965年のノーベル平和賞はタントへの授与が決まっていたところに、ジャーン委員長の拒否権によってユニセフに授与されることとなったが、自身への授与が回避されたことを聞いてタントは喜んだという。しかしタントは、1965年のジャワハルラール、ネルー賞。 1972年のガンディ平和賞、1973年の国連人権賞を受賞し、数多くの大学から名誉学位を授与されている。国際連合大学には、市が同大学創設の提唱者であることから、う、タンと国際会議場が設けられている。国連瞑想グループのリーダーで、タンとの友人だったシリチンモイは、世界平和の達成に向けて、 顕著な業績を挙げた個人や組織を表彰する、う、たんと平和賞を設立した。また、国連本部の側にある、イースト側の小さな島を、ニューヨーク市から借り受け、ウタンと島と命名した。ありがとうございます。